スタートしまししままたたほぼ揃って出好ダッシュ、内から3番オーシャンヒーローをまず出てきました、押して出てきました、あとは横1です、この中から2番手に内2番の名勝コルノが上がってきます、名勝コルノ、後はシャドーダンサー、キングズ・オブ・ザ・サン、そして間からはバンクウィッシュ、さらに外からはビタミンゲース、周回コースに出てきました。 さあ先頭はオーシャンヒーローまず花に出て一馬身のリード2番手、2番の名将コルノ3番手、依然並んでいます外にビタミンエース中からキングズ・オブ・ダ・サン2番手に並びかけますあとは間からはバンクウィッシュ内番の トゥーザワールドも追い上げてきてこの集団に取り付きました集団から控えて11番、シャドーダンサー下がります向こう上面中間を通過1番のレッドカイザー5番のボルシェーブ押しながらの追走で坂を登っていきました外回りコースに入っています3馬身後方に9番の金庫番その後ろ2馬身差、ロードフォワード4馬身後方に 10番のカバーストーリー。坂を下って最初の1000メートル59秒ぐらいのペースです。後引く後方に遅れているのが6番のウィンデーベン。4コーナーのカーブですが、かなり縦長の展開になって、間もなく残り600にかかりますが、3番オーシャンヒーロー、マイペースか、一馬身のリード。2番手には、12番のビタミンエース。その外に出した2番の名称コルノ。4コーナーのカーブ、内で控えて、この集団の内に4番のトゥーザワールド。4コーナーカーブから直線コースに向かいました。あとは外に出したキングズ・オブ・ダ・サン。内 気をついて1番のレッドカイザー残り 300m 地点になっていますがまだ頑張っている3番のオーシャンヒーロー牛にコースを取った4番のトゥーザワールドが並んで今度は先頭先頭は4番トゥーザワールド2番手3番のオーシャンヒーロー粘れるか外から11番の広報大吉シャドーダンサー2番手に迫っている4番のトゥーザワールド川田優がール2着は接戦